お疲れ様スラットです。今日はマーケット20日目やっていきます。はい、20日目ですね。もうだいぶ続いてます。そしてね、前回はサイトを更新しましたよと言ったところで、もう今日もねベストを尽くしてどんどん記録を更新していきたいとこなんですけど、これ切り替え方法がこれですね。はい、6156というわけで、まあ、前回がこれですね。で、今日なんですけど、まあ、やってくんですけど、アリーナやっぱ上がったんで、そのセールが来ました。はい。あ、これはなんか違うやつか。特別セールで、あともう一個ね、アリーナのセールが、そう、出たんですけど、高い。高すぎるし、マジでふざけてんのかみたいなセールなんですよ。まあ、その、チャンピオン重視なセールなんで、俺、今、チャンピオン使ってない。しかも俺のデッキにチャンピオン入る枠がないで、手に入れても結局乾燥とかしてないチャンピオンは使いたくないとなると、マジいらないセール出たんですけどここまで来ていらねえなって思いました。はい。で、こっちの特別セールは、いや、これも高いんだよな。いや、正直上の2ついらないマジでいらない。で、下の2000はエメラルドが手に入るんで、ちょっと嬉しいかなと思ってます。はい。まあでもそんぐらいっすね。で、このセールでさえも買うか悩んでます、ぶっちゃけ。まあこのセール今買ったところで何かユニレベが1枚上がるとかそんなこともないんで、まあ残り4日あるんでちょっと考えようかなと思います。はい、4日後ね、また生きてたらの話です。さあ、というわけで、まあ宝箱も開けつつ、もうあとウォールブレイカーとね、メガナイトか、まあスケが12なのはまあそんな関係ないと思うんですけど、相手がね、あ、てか今日から避難処理やん、これ使おうぜその相手がスキラとかだった時にね、大事になってくるかなと思って、え、避難所2本あって、これね、ウォールブレーカーとメガナイトはね、避難所がないんですよ。え、これスキラ乾燥させるか、まあそれか、あの避難所をね、他のノーマルに使って、まあ言ったら別のデッキの路線をね、考えていくパターンもあるんですけど、意外とね、その上がってはいるんだけど、やっぱ乾燥ってなるとね、ちょっと遠いんだよね。また今のデッキちょっと気に入っちゃってるんでね、はい、今のデッキちょっと使いつつやっていこうかな。そんな中で一つ最強見つけました。パスで貯めたこのシーズンチケット、これがね、1万7000あるんで、これでスーパーレアの指南書買えるんですよ。そうで、俺やっぱ負けたくないんで、ウォールブレイカー乾燥させます、これで。強化の指南書スーパーレアを買って、これで、はい、犯罪、近道です。はい。これ、あったならさっさ買えやった話なんですけども、いやー、ずるいか。いや、ずるでもいい。で、これは乾燥なんで魔法の声に使っていこう。よし。さて、経験値が2000も美味しい。で、ついでに、スケルトンまで乾燥させちゃいます。いや、もう、後のこととかね、考えてないです。もう、今をね、今を生きるだけ、俺は。頼む。さあ、お金も足りる。うー、やばい。フルカン。フルカン野郎になっちゃう。俺もメガナイトだけです。あと、はい。メガナイトは、避難所ないんで、まあ、あとワールドカード12枚集めたら、完走できます。はい。なので、ぶっちゃけ負けるはずがないですね。今の俺は。これで負けたらもう、対等な相手に負けてるようなもんなんで、はい。もう、引退しなきゃ。さあ、え？初めて、マジで。俺がタワーレベル11ぐらい、ん？ちょっと待ってよ。最近12は当たってないんですよ。そう、タワーレベル俺が12になったことによって、多分11から13ぐらいまで当たるんですけど、逆に13としか当たってなかったんですよ。なんで、いや、マジでちょっと怖いですね、その中身がね。いやー、スケルトン乾燥あっつ、やらないだけやめろ。で、タワーのレベルが低いんで、このギャングとかは全部アーチャーに頑張ってもらう。おー、あー、なるほどね。なるほど。まあ、枯渇系の。いや、ちょっと早すぎた。いや、衝撃遅い。かわされたっすからね。殴ってこい。うん。構えるね。重いね。さあ、まあ、メガナイトじゃねえ。ロイジャイ枯渇。まあ、ロイジャイボム。いや、なんか相性薄そうだけどな。有能の事故さえなければみたいな感じっすよね。で、これギャングのサイクルなんで、後ろギャングだと思うんで、手前バレルは入るんだよね。はい。あれそういうのええって。あれ寝ました、相手。早いな。
このトルタエ諦めるのが早いな。おい、クラロワってメンタル鍛えられるスポーツというかね、ゲームだと思うんですよ。だいぶカリカリするじゃないですか。お前こんなんじゃねえぞ、足りねえぞメンタル、こっからだぞお前、本当によ。というわけでラッキーですね。まあ、はい、これで負け作の、自己新記録さらに更新、自己記録、なんなら世界記録だと思ってるんですけど、海外の YouTuber でいれば話は違うんですけど、負けるまで、トロゼロから負けるまで6180ぐらいまでね、いってるやつがいなければ俺がね世界一位と、はい、負け作世界一位保持者です。自称ね、はい、自称です。さ、6185をいいね、次のアリーナが、あ、65か、ちょっと遠いんですよね。よしよし、順調に勝っていこう。マジデッキこれな、何なんだろう、その負けてないからこれでいいよなってなるよね。変に変えたくないよな、怖いよな。え、今日レベル12ラッシュ来てる、珍しい、マジで珍しいぞ。いつもこんなレベル12ばっか来ないもん。いや、エリジャイちょっと危ねえな。うわ、やべ、タイミングエロめのウィザード来た。うん、ああ怖いよ、カンストだけで成り上がってやろうだ、絶対普通に負けるかも。いや、メガネ強いけど、ここは我慢ね。お前は13なんだ、無理はすんな。いや、相手のタワーレベル12なのがすごいね。あー、すごいね、それも。美しい、もはや。いらねえな。フェニックス強いもんな、多分。フェニー。なんだこれ。え？ちょっとだるい。マジでだるい。ちょっと待ってよ。いやー、おしゃれにキング移動できるかな、俺。アーチャー行くから。あ、やばい。うっ。あ、右入ってる。まあ、近畿道は、むずかったな。アーチャーの行くが多分、悪かったですね。なんか、流れが別に悪いわけじゃないんですけどね。ちょ、後ろのウィザード踏みたいんですよね、俺は。これさすがに釣れるよな。ゴーレムだったらこれ釣れないんでね。妖怪か。LHA、お前は、ズータができんだよ。こっちの場合。さあ、フェニックス、秒で行かれんな。うっ、ん、虫じゃね、そのライト美味しい。まあ、でも、バルキリーもあったんで、ここね、行かないっすね。ゴブリンバレルあったら投げたかったけど。エリババもいたな。ちょ、マジで、なんか多いな、今回泣いて。メガナイト見て。呪文がね、的なね、ファイブだけね。よしよしよし、はいはいはい。あー、ネクロなんか嫌いなんですよね、意外と。このデッキこれもうボム2、3周回そうぜ。おーちょっと危ねえかもな、これメガネ。エリババ来て、来たな、来たらの話、来なければ全然。いいね。ああ、そしたら余裕あるかな、攻めちゃおう。あ、てかこれだけで終わったわ、エリババ。バイボ。はい、一発。はい、さあ気持ちいい。いや、いいね、いいね。ボムがいいね。ボムあってよかった。よし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 。相手の敵、いかちいな、マジ。このトロタイを物語ってるよね。こういうとこだぞって、ここが俺らがいっぱいいるぞっていうデッキだね、これ。マジ怪物の集まりだな。一人二人怪物いるとかじゃねえもんな、全員怪物。ファイボライトなんだ、しっかりね、そういうとこよね。いいね、オーケーオーケーオーケー。まあまあ6200。いや、ぶっちゃけさ、メガナイトこれ完走しなくてもどこまでいけんの、ほぼ完走状態なんで7000とか行きたくなっちゃうけどな。え？ってかマジタワーレベル12しか来ない、なんで？
なんでなんでなんで、タオル13しか来なかったのに、どういうこと今日。まあ、その分レベルが高いってことは間違いないと思うんですけど、喋らせろや俺に。フェニックスもアーチャーも延命したい。あーうまっ、えうまくね、いやうまいのか、フェニックスが残ってる。でもだいぶ、あー待って、フェニックスだいぶ戻ってきちゃったな。やだね。あ惜しい、ザップが強くねえだろ。ねえよな。おい、ケイサキングギドさせてもらって、マジ序盤にキングギドさえしてしまえばみたいなとこある。やべ俺のこの、うっ、いやースケルトンレベル上げといてよかった、今のデカすぎ一言。やばい、15歩が違う、タレブ12 15歩がマジで危ない。あーなるほどね、こういうのも気をつけていかないといけないですね。ミラーでワンパン系だけちょっと怖いですね。15歩ね、まあ1周目のホグにボム使っていいと思うけどな。2周目だけ警戒して、こういうのにボム使いたいけど使うとダメで、ゴブリンバレルも、あーこれちょっとむずいね、ゴブリンバレルもミラーがあるんで、キング起動したんで1周目はワンチャンスケルトンだけで、いやこれ待って、ちょっと危ねえな、ボム使いてんだけどホグ来てもう1回ホグ来んだよな、バレルもバレル来てもう1回バレル来んだよな、どうしよう。もう穴埋めとかなければ救いなんだけど、いやあれ穴埋めったらダメですね。えマジでこれちょっと集中しなきゃ、ワンパンされる、相手もタイミング伺うデッキだと思うんでね。おやりたいだけやん。それもなんか楽しい相手が来てくれて俺は嬉しいですね。うん、やりがいをね感じられる。さあ一旦ねゴブリンバレル飛ばしてあげて、矢の飴使ってもらって、こっちのメガナイトのオールベーカーが止まんないよと。はい、俺の怪物がこう言ってた、怪物の指示に従う、行ってこい。おい、いやめっちゃいいね。はいはい、やっぱこのデッキの安定感ね、テンプレにさせようかな、このデッキ。 2.6 ホグ、29クロス、遅延スケラー、ペッカ工場、バレー、ウォールブレイカーバレル、はい、そこのテンプレ欄にこのデッキを並ばせたい。まあでもそんなデッキ作れたらね、まあ負けないでしょうって話で。さあ宝箱を開けていく、開けていく、はい、624に行きましょう。そろそろ、えってかマジでなんか仕様がまたこの間で変わった、タレベ12しか来ないですね。か12がいっぱい溢れてるから12と当たるのか、前はもう12がいなかったんだ、あそこに13とかがいたから13が当たった時な。いやおかしいなそれ。わあこれちょっとまあ近畿できるんですけど、この後ろに何が来るかでだいぶ世界変わるんですよね。いやーここ抑えたい、いない、いやー結構痛いこのダメージ正直。うん、メガナイトホグっすね、これやだな。メガナイトアーチャーだけでいけっかな、アーチャーだけでいこう、来たら踏みます。いやー打たないで、アーチャー衝撃が、衝撃が遅い、あんま強くねえなマジ前が強すぎたからかな、あーちゃんすげえ弱く感じるんだよな。あーあんたもね、これなんかミラー嫌っすね、そのやっててものすごい感じるっす、嫌なの。やばいやばい、痛い痛い、うーん大丈夫だよなそれ許容して大丈夫だよな。ネクロン、え
発、え、ちょっと待って、でかすぎだろ。よし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 、いやー、4つのタワーのダメージがほぼ同じ、全然良くない。いや、冷静ね、ここでホグミラーはない。うん、それ嫌い、マジで嫌い。これいきます。お前ふざけんな。うん、絶対それ許さん、それしかせん。はい、入ってくる。でかすぎる。はしまゆけミラーは4コスドブに捨ててるようなの。40でしょ、正確な2本ちょっと、え、アーチャー14、ここに来て覚醒。はい、あー、もうこの流れいいね。バレルウォールブレイカーフェニックス助アーチャー、この高回転だけだね。メガナイト出さずにもやっていけるよと。うわー、ちょっとでかいな。でも相手のデッキもなんか偏ってきたっすね。同じような似たような変なミラーのね同じやん、マジミラーが流行るんだね、ここは。よしよし、いやでも結構余裕があるっすね。6274ね、65行きたいもんな。こんなとこでね苦戦しちゃよくねえから。エジプトキングス、やっぱタワレベ12だ、14欲しいんだよな。やばい、お願い頑張って。ああ、この一発前入らなかったのに衝撃が遅くなってる。インドラ、ちなみにこの時インドラに対しての、なんか対応するカードないんで。待って、やばいか。やばい香りしてない？やばい、やばい、これマジでやばい。待って、ロギホが、しかもアーチャー初期強制から。やだ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 、一発でかすぎでかすぎる。いや、ちょっと待ってよ、ロケ砲がうざい、ってかインドラがうざいっすね、俺からしたら。まあ、だけどサイドを変えつつの、おー、いいデッキだな相手の。これ惜しいな、それ。マジかよ、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 嘘だろ、嘘だな今の。ボモイちゃんを呪文なしであれ、スケブ、後ろにスケブの手前バレる、にょー、でかすぎる、幸せ。スケブない、なんもない、なんもない、なんもない。みんな嫌なんだよな。ああ、インドラ咲いた。ホグしか来ないんで、ボモイとか。いや、ホグバレル、ちょっと嫌っすね。多めの。ロケホンも嫌だったな。うわー、マジで変な。てか、普通にウォールブレーカー解かなかったな。ここにしちゃったんだよな。もう一個上の右とかにしとけばよかったですね。うわー、生きたの、でかすぎる。マジで、マジで笑えん。てめえだけで笑ってんだ、ほら。よし、6300、強すぎる。いや、6300気持ちいいな、なんかぴったりだしな。よし、行くぞ、絶対負けない。あー、タルビ13来た。ってことは相当だぞ。タワレベ12で振る感でしょ、ほぼ。
タワレビ13確定フルカンやん。まあ、今みたいな俺がなんかヘマしなければ、あーん、クロスかい？一回あなたのデッキを教えてほしいな。クロスじゃないって。エレキ。エレキテスラね。いやー、この、うわやべえ、これボムでもさ陸行けなかったから絶対メガナイトでいいはずよな。うわやばい、マジやばい、ちょ待ってガチやばい、ほんま天敵っすこれ。そうメガナイトとってロイジェきついんですよ、マジやらなきゃ。ボムに入る、やばい、マジで終わる、本当にやばい、あ終わったこれ絶対無理だ。マジロイシェ来んな、えお前お前絶対強い、ちょっと待って、マジで終わる、あーでも1本取られるこれ絶対、そのさマジワンチャンない、マジ打ったったら終わりです。あテスラある、ああ嘘だ嘘だ、ねえ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 、いやでも結構入ってる結構入ってる結構入ってる、マジある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 、俺は勝つこっからでも。なんでうまくいった、うわぁ、あっ、うわぁ、目の前出らんかった、絶対あうわ、え、ちょっと待って、俺が道具今回してる、あぁ、そうだ、やばい、え、やばい、ちょっと待って、やばい、あぁ、あぁ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、おい夢だ夢であってくれ夢であってくれ夢だよなこれ、本気か、ほんまか、おいユニレベもタワレベも同じやつに負けたやないか、おーやっぱ、ちょっと待って、しかもこれ絶対勝てるやつだよな。わあ待ってマジで、ああマジで負け作終わった。2023年負け作終了です。え？6300？こんなやって？前回が6150っしょ？うわあうわあこれはやばい。やばいというか急に来た、あマジでマジで急に来た、やばいやばい、汗が止まらん、マジマジか、なんかジャイプリプリのロイジェイ版でしたね、うわー、いやこれやってたなーこれ、うわーロイジャイか、まあ、ここでもうなんかここでもうやばいやばかったこれ、
うっつって、いやーやだやだやだ、負け作、おおめっちゃ食らっちゃいましたな、っていうか肉けないし、いや俺これでプリンス止まんないのやばかったな、マジ。うっ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 って、いやーやだやだ、うって負け取る、うわっさあ終わった、やべマジで、ちょっと寝れんやった、うわぁ、マジかマジか、いやこれでももう一試合やれば勝てるもんな、絶対。そう、甘えてたか、甘えてたのか、あれは。しかも相手もこれちょっとエリクサー把握しとるやん。うわぁうわぁ、リプレイも見たくねえよ。これがでも現実です。はい、なかったことにしたいです。うわうわーですよ。いやー、うわ、しかも相手これ待ってたの偉いな、偉い、相手がうまい。相手がうまいよ。そう、マジ作か、だいぶ今回苦しかったですからね。来シーズン、じゃあ来年リベンジするかは分かんないですけど、いや悔しい、絶対いけたわ今回。フェニックスとアーチやっぱ強くて、だいぶね、何にでも勝てそうな幅広いデッキを作って、完成、レベルも仕上がっててよ、負ける理由がなかった。うん、本人が甘えてるか本人がふざけてる限り、ふざけない限りは、あ、負ける理由がなかったもんなあ。もう絶対忘れん、この相手の名前、メリーババ 660TR ね。はい、覚えました。来年ね、迎えに行くわ君のことを。あー悔しい。ということで、この企画ね、ルール3つ皆さんあったと思います。課金はあり、試合はね動画内でのみ、このマルチモードね、そして最も重要な、負けたらアカウント即削除でございます。はい、ということで悲しい気持ちもあります。はい、俺はこいつにだいぶ課金した。だいぶ課金した。だから7500いかなければ、いかなければね、ね、負けてるんで、はい、ルール上にね従い、さよならしたいと思います。うわー、バカ悔しい、あーマジで悔しい、ほんまに悔しいな。いやー、なんか、まあ、なんかいつもぬるっと負け、ぬるっぬるっとしすぎやろ、ぬるぬるやないか。まあ、マジでこんな感じで負けるんだ。じゃあせっかくなら最後なんか使っとく。あーあー、まあ、いけない、どうやっても完走できなかったかな。ちょっと余ってるしよ、最後の方。よし、はい、これでもう気持ちよくねお別れできます。ああ、そういう感じかよ。悔しい。マジで悔しい。もうみんなに、みんなにね、みんながせっかく応援してくれてたのに、なんなら復活できたの、やっとマックス帰ってきたのに。なんでや、もうちょっと頑張らせてくれ。さあ、なんかね、今回から、このね、詳細設定から、鬼のアカウント削除という、こんなのあったかっていう、今まで。俺のために作られてます。はい。アカウント削除をして、個人データの削除を依頼する。アカウントのデータを削除します。はい、押します。ありがとう、マキサク2023スーパーセルサポートにね。すごい。初めて来た、こんなとこ。ん、同意します。
やばい、やばい、悲しい、本当に本当に本当に、お前スーパーセルサポート止めてこい俺を。そう、とても寂しいんだよな。そうなんだよ、処理を実行するアカウントでして利用していただけませんか。あ、止めてくれ、気持ち聞く前に削除できないっていうドッキリみたいなねんか。はい、削除企画で利用したアカウントのため行きます。まだ止めてきてもいいの、いやで、運営スパーキー運営止めてこいよ。完了か。あ、折り返しご連絡いたします。はい、というわけで、完了しました。負け作これにて終了です。